獅子舞というとおめでたい時にね登場してくれますが、日本の獅子舞とはまた一味違ったとってもきらびやかな獅子舞です。でも同じところは、触れるとそして噛んでもらうといいことがあるということですから、皆さんのお近くにも参ります。ぜひ怖がらずに積極的に噛んでもらってください。それではぜひよろしくお願いいたします。